PFC ナフバホールナマンガンは、ウズベキスタンナマンガン州の州とナマンガンを本拠地とするプロサッカークラブである。キリル文字表記に従って、PFK ナフバホールナマンガンと表記されることもある。クラブ名は、新しいを意味するナブと、春を意味するボッホルを組み合わせたものである。現在、ウズベキスタンの最上位リーグである、ウズベクリーグに所属している。 クラブの歴史は1974年にテクスティルシチクというクラブ名で始まる。1978年以降、ソビエト連邦サッカーリーグのウズベキスタン地区リーグに所属していた。1989年、ナフバホールはソビエト連邦リーグ2部へと昇格し、1991年には9位という成績を残した。ウズベキスタンが独立を果たした1992年以降、 クラブはウズベクリーグに参加している。ナフバホールは FC 部におどこるネフチフェルガナと並び2部に降格していない3つのクラブの1つである。1996年、ナフバホールナマンガンはウズベクリーグで初優勝を果たした。また、1999年にはウズベキスタンスーパーカップでも優勝を果たしている。2004年シーズンの3位を最後にクラブは ウズベクリーグでは良い成績を残せずにいる。2009年シーズンには16チーム中14位に沈み、下位2チームの降格枠を危うく免れている。ありがとうございます。